こんにちは、中本白秋です。今回は最終戦時問のですね、日月栄食の次のですね、新宿列朝、こちらに、ペン上達トレーニングっていう学習ソフトでプリントしたものがございます。これはペン楷書体手本で打ち出しております。新宿列朝。そしてペン上達ではこのようにですね、なぞり書きの練習できるように、ここに薄く文字を出すこともできます。例えば、新っていう字でしたら、こう書いて、からこう書いて、楷書ですね。上、下の方ちょっと長くして、そしてこう切って、こう。このようにこう練習できるわけですね。では一つ一つですね、説明をしていきましょう。まず新っていう字ですけども、採水煎じ本ではですね、こう書いてちょっとこう開けてスッと抜いてこうこう少しこれもですね、ちょっとご覧いただいてください。こうしてこの縦書きも少しこうひなるような雰囲気を表現すると美しく見ます。これをですね、こうしてこう書いて、これをまっすぐ書いてしまいますと、こうなんか線がですね、もろく見えるでしょ。ですからこういうどの線もですね、この線もどちらかというと直線じゃないんですね。これ直線で書いてますとこういうことでしょ。これ直線ってこんなイメージになって、このように書きます。線は少しこうひならしてるんですね。まず楷書体でもですね、まっすぐの直線はないと思っていただいて結構なんですね。そしてこういったこう垂れのある時にはですね、この作りはですね、こう書いてこう書いた時に、このここの中心よりも少し右が空いてますから、少しこう右に、少し右に寄せます。この前ですね。そしてここにですね、ゆったりした空間を取りに書くといいですね。では新定字をですね、行書で書いてみますと、新定字は採水煎じ問のですね、行書、採水行書煎じ問の新定字を参考にしていきますと、新定字、採水煎じ問でこう書いて、こうして、で、この辺からこうして、こうして、採水煎じ問でこのように書いて、また、草書体で書きますとですね、この垂れはですね、こう来て、もうここからそのままぐーっと、ちょっとこうに沿って、中の部分を書きやすくしても、この空間を保つために少しこう反ってるんですね。そしてここにこうしてこうこういうのを崩せるわけですね。このここの表現もこう反ってる表現はですね、例えば逆を考えてみましょう。こうしてこう反っちゃいますと、ここの面積が狭くなりますね。これをこう来てこうに反ることによって、この面積が広く確保できます。そのためにこの垂れにあたる部分を少しこうに表現しているわけですね。そしてこちらの作りをこうに書いているわけですね。これが新っていう字の美しい書き方です。次、宿っていう字を説明しましょう。宿、まず浮かんぶりですね。こうしてこうして、で、人弁、採水煎じ問、こうしてこうして、ちょっと下の方を狭めて、こういうふうに書いてますね。そして漢字としてですね、
少しこう右上。これをですね、全部揃えてみますと、例えばこうして、こう書いて、こう来て、こうして。この下をですね、よくこうし、高さを揃えなくちゃいけないという意識で、こういうふうに書く人が多く見受けられますよね。ここをこう揃えてしまう。ここほとんど揃えてしまう。そうすると、こちらがこう下がって重く感じますので、少しですね、このぐらい開けて終わるように、このぐらいで終わるようにですね、もう一度書いてますね。こうして、こうして、こうして、縮ってですね、こう書いて、これに対して少し右へのリズムがあるように。この感じですね。今ここにこう、黒くここにこう右やりになってますね。こういうふうに書いてください。これが宿の楷書の美しい書き方です。宿っていう字をですね、行書で書きますと、こう浮かむ、こう筆脈を取ってうーっと自然に入って、こう来て、次こう、もうこっからですね、気持ちを続けるんです。こう書いて、本書いてるんですね。面白いですね。楷書のこう横画をもう先に書いて、でこうで、こちらはもう白っていう字を書くようにしてる。この「の」に当たる部分をここにちょっと表現してるんですね。このように縮書きます。で、縮をですね、草書体になりますと、こうして、もう浮かむりはこうでいいわけですね。こうして、こうして、人偏書いて、そしてこっち火を書いて、こうですね。以上、縮っていう字の草書体を解説しました。では次、列っていう字いきますね。列っていう字は楷書体で書きますと、この一他辺ですね。この辺に当たる部分はですね、こう、ここのとこをこう揃えるように意識しましょう。そしてこちらに、それ、こう立冬を書いていくわけですね。これに書きましょう。これをですね、例えばこうして、こうして、こういうふうに書きますと、ここはこのようになって、こちらのバランスは崩れますね。ですから、この右端をこうして、右端、ここのところを意識して、ここにもこう出すのは揃える。で、この2画目もですね、こうして、これをこうスーッと抜いて、こうにしますと表現がダブりますので、あんまり良くないですね。型はキュッと短く軽く止めて、こちらは払うような、こんな書き方がいいかと思います。これが列って字の楷書体ですね。列って字を行書で書きますと、まあ、自然にこうして、こうして、パンと、こんな感じですね。草書体になりますと、こうして、こうして、こうして、こっからもう立冬はこのように書いちゃうんですね。こういうの、これが列という字の草書体になります。では次、蝶、弓編、こう書いて、こうして、こうして、そしてこちら長いって書くんですね。ここはここが書いてあって、そしてここもちょっと左ずらして、このような感じですね。これも理想なのは、ここの部分ですね。この部分がこう少しこう開くぐらいの、こんな感じで書きましょう。これが蝶っていう字の美しい書き方ですね。こう弓編が難しいです。弓編はこことですね、ここのポイントをどのぐらいの位置に持ってくるかですね。ちょっといろいろ書いてますね。こう弓編って、結構この弓編は難しいです。書いてみますと。こうして、
ここの下にほとんど等しいようにこういうふうに書いてあったら、この辺がちょっと空きすぎますね。それ弓辺ってこうしてこうしてこう、こう右端を揃えますけど、だいたいここの起点の真下ぐらいまでぐーっと持ってきて、この感じでいいと思いますね。で、ここは少しこういう構図になるようにしていただいて、そしてこちらに蝶を描いてますね。こんな感じですね。これが蝶の楷書の美しい書き方になります。蝶をですね、行書で書きますと、こうして、こうして、こう、そして楷書と同じように、このぐらいの位置のところにここを持ってきます。そしてこちらに長いって書きます。この感じですね。これが蝶の行書編です。で、蝶はですね、草書体で書きますと、弓編はかなり簡略化されて、こう、このぐらいの感じに書いていいんですね。そして、これ長いってこう来て、こう来て、で、縦書いて、少しこうして。こんな感じですね。以上ですね、伸縮列調の四文字の美しい書き方について解説をしました。以上、これで中本白秋のワンポイントレッスンを終わります。